さあここは皆さんどこでしょうか。私が今いるところは宇城市にある三角西港にやってまいりました。ご覧ください、この海を。宇城市にある白縫い八代海、白縫い海とも呼ばれている場所にあります三角の三角西港です。ここは世界文化遺産に登録されております。その三角西港をちょっとねふらっと歩きながら楽しく旅をしていこうと思います。おお、ただ書いてある、これは重要文化財だよ。明治のなんか明治の感じがするよ、書いてあったもん。ここは休めるんですか。あ、会館時間、お、9時から15時まで、11時まで入ってみたいと思います。うん、古い古い。雨季も週末もありますね。ほら、ちゃんと世界文化遺産、三角西港。すぐ天草もあるんだよ。天草にもすぐ行きやすい。ここで休めるみたい。いろいろ休んでから2階もあったけど、2階も行けるのかな。行ってみようかな、2階も。ちょっと階段あったから、あ、こういう階段登ってみたかったよね。よいしょ、見て、レッドカーペット足で行こう。ここはな、お湯に何コンサートできるのかな。ピアノ置いてあるけど、よし、景色、おお、いけるかな。大きいの、いけないじゃん。出ていい、じゃーん、テラス席あります。なんか買ってきてさ、ここで食べて海見ながらも最高じゃないですか。見て、ね、さっきね船が通ってたんですけど、船も見れるからね。このところ橋も見えるよ、さっき船が。ここ良くない。うわ、めっちゃ晴れてきた。あ、船、あれ個人の船かな。さっき大きな船が、青いね大きい船がさっき通ったんです。第3土曜だけなんかショップやってるみたいです。浦島屋さん、お邪魔しました。海を見ながら、流浄感を過ぎて海を見。これは何だい、見ないと分かんねえ。なんか見つけた。あ、ソフトクリームとかも売られてる。あ、物産館もあります。なんて書いてある。なんかお土産、お、お土産ショー発見してました。リスビカバン、リスビカバンと、でも名前はムルドルハウス、ムルドルハウスって。これ言っていいのかな。そうだ、私知ってるわ、ミスミミカンって有名だ。美味しいんだよ、あの浮きはみかんが。そう、美味しいんです。店内だけだったらいただきました。見てみましょう。ピンタさん、なんかさ、匂いがわかりますよね。なんか博物館とかにいるよね。表にあったやつじゃないですか、スニーカー。かわいいバッグがあります。ここでやってもみたい。ほら、スビカバンを。すごい絵はがきがいっぱいあってね。これさ、三角の町じゃない。ほら、三角って。あ、私の好きな天草サブレあるじゃん、ね、これマリナ一押し、天草サブレ。これね、ほんと食べてほしい。これほんと美味しい。
ごめんね、あの、ほんとすいません、鳩サブレさん、すいません、私、天草サブレ。私、こういうの好きなんですよ、道の駅とかにこう売られてるような、このせんべいだったり、イカだったり、美味しいんだよね。八代海、有明海はね、海苔がやっぱり海苔が有名ですから。うわ、これ美味しそう。味付け海苔で、ほら、ピリ辛とわさびと種類がめっちゃある。よくね、あの、なんか九州とか熊本、私よく味付けをさ、よく食べてたんですよ。だから普通のあんまり味ない海苔ってそんな食べてなくて、やっぱそういうあれがあるのかな、一味ピリ辛とさ、やっぱ味付いてる方が九州の人好きなのかな。青さもある。味噌汁に合いそう。味噌汁も合いそうなコーナー。たくさんありますね、皆さん。ぜひ、味噌にこう来たときは、こちらに寄ってくださいね。めちゃくちゃ風情のあって、店内もすごく綺麗です。アリパラスも。絶対楽しいはずです。楽しんでます。ここが四水路です。明治10年で製造。旧三住裁判所に。裁判所がこんなところにあるん。まあ、いろんなところに昔はあったでしょうね。ちょっと行ってみたいと思います。裁判所ですよ。みんなが想像してる裁判所とは違うと思います。さあ、裁判所に着きました。いい取れたか、いいよ。見て、ちょっと私みたいな人が裁かれるんですかね、こういうところで。あなたはほら、登録有形文化財。入ってもいいの？ちょっと裁かれそうなんで。なんか、子供法廷室、電話室もあるよ。おお、おー、子供法廷室すごいぞ。ガチ感、ガチ感。裁判官、証言台、弁護人、検察、書記官。で、これは見る人が。傍聴人。傍聴人の皆さん。こっちの方がさ、本格的だった。さっきの子供裁判だったから。うわ、ちょっと裁判官良すぎない？こんなやつ見てるわけでしょ。それでは被告人、あなたは嘘をついています。そうです、被告はか牛ロース来ました。見てください、おー、柔らか牛ロース、美味しそう。この海を見ながらいただきたいと思います。なんかソースは足りないとき教えてください。どんどん取ります、ソースを取ります。最低だね、ソース泥棒。さあ食べていこう、美味しそう。いただきます。ちょっとソースかけずにまずは行きたいところだ。
柔らかい表現、柔らかすぎるってなる。これソースかければね、ソースかけなくても美味しいんですけど、ソースかけたらもっと美味しくなる。海の隠れ家さんにお邪魔しました。美味しかった。絶景の景色を眺めながら食べるご飯はやっぱり美味しいですね。やっぱ場所って大事だから、こんな場所でさ食べられるって最高ですよ。本当三隅は良かとこが多かね。目の前では漁もしとるし、ぜひ皆さんも三隅に来た際は隠れ家さんに寄ってみてくださいね。広い